中国で配信2日目にして1億ビューを記録。注目のイケメン若手俳優シュ・ジェンシーと人気女優ハー・ホンシャンが共演したことでも話題に。田舎出身のヒロインが波乱万丈な人生を歩みながら慈悲まで上り詰めるサクセスストーリー、鳳凰殿、永遠の約束、9月21日より一挙放送。